アイテム番号 SCP-185JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。すべての SCP-185JP が保存されている媒体は機動部隊目4サイバー消防士によって回収され拡大を防いでいます。 SCP-185JP に関する実験はクラス B 職員にのみ行われ、他のいかなる職員は閲覧することを許されていません。未知の SCP-185JP が発見された場合、即座に機動部隊目4サイバー消防士に連絡し、 SCP-185JP の収容と SCP-185JP2 の保護を行ってください。説明。 SCP-185JP は1分38秒の映像及びその映像が収録された媒体です。映像はピアノ曲と白と黒の次々に形の変わる幾何学模様だけで構成されています。この映像を視聴した者は以降、SCP-185JP-1 となり、名曜日という新たな曜日を認識することになります。静止画や映像のみあるいは音声のみでの視聴ではこの効果は現れません。媒体は VHS、CD、DVD、小型タブレット PC 等しその都度変異します。現在33個の SCP-185JP を収容していますが、その総数は未だ不明です。SCP-185JP の状態は大きく分けて2つあります。誰でも視聴可能な、リセット状態、と、SCP-185JP-2 のみ視聴可能な、ループ状態、です。これは外見上では判別できません。リセット状態、の特徴は視聴に制限のないことです。これは複数人同時視聴が可能であることを意味しており、基本的な状態はこちらであると考えられています。ループ状態。新たに SCP-185JP-1 が誕生した場合に移行し、以後 SCP-185JP-1 と SCP-185JP-2 のループを起こさせます。SCP-185JP-1 と SCP-185JP-2 のループが何らかの形で途切れた際、SCP-185JP は、ループ状態から、リセット状態へ移行します。SCP-185JP-1 は、名曜日とは土曜日と日曜日の間に存在しており、名曜日は普段会えない人物と会い、食事を共にする世界共通の普遍の休日だと主張しています。実際は土曜日の23:59から日曜日の0の間の1分間だけその場から消失し、直下 17km の地中に移動しています。日曜日になった瞬間に消失前の場所に戻り、そのまま従来の生活を続けます。名曜日に関する認識は影響を受けた時点で普遍的なものとなり、記憶操作しても効果はありません。名曜日から戻ってきた SCP-185JP-1 の消化器官には、移動した場所の地層に対応した土壌が約10〜300g含まれています。地中にいる際は本来起こり得るであろう身体的影響は一切受けません。ですが、消化器官内の土壌は体内に累積していき、想定されている通りの身体的影響が現れていきます。しかしながら、当人にはその影響を認識することができず、やがて原因不明の体調不良を訴えるようになります。体内の土壌は医学的処置により取り除くことは可能ですが、名曜日を体験する状態は治療法が見つかっておらず、これらの処置は一時的なものにしかなりません。また土壌が取り除かれた場合、次の名曜日に取り除かれた倍の量の土壌が体内に増加しています。SCP-185JP-2 は SCP-185JP-1 が生前最も会いたがっていた人物であり、名曜日に会っていると主張する人物がその対象となります。SCP-185JP-1 が何らかの要因で死亡した際、SCP-185JP-2 の元に、その人に再生できる、ループ状態、
の SCP-185JP が届けられます。内容は SCP-185JP1 による自室でのビデオレターとなっており、個人的な雑談から始まり、最後には必ず久しぶりに会ってまた一緒に食事をしようと言い、暗転します。SCP-185JP2 の特異性はこの SCP-185JP1 のビデオレターを閲覧することで発揮されます。SCP-185JP2 はビデオレター終了後の何も映し出されていない映像媒体から SCP-185JP を認識し、目を離せなくなります。この結果、SCP-185JP2 が新たな SCP-185JP1 となります。最初の SCP-185JP が確認されたのは2007年11月7日、東京秋葉原の PC パーツショップで、10枚入りブランク DVD-R の中の1枚に収録されていたものです。店側はこの商品を仕入れていませんでした。SCP-185JP の制作者及び流通元あるいは発生源は未だ不明です。以下はクラス B 職員を用いた実験記録の一部です。対象、B-1583JP。B-1583JP は SCP-185JP を閲覧し、3度目の命用日を迎えている。インタビュアー、電脳寺博士。よ、B-1583JP。これからいくつか簡単な質問をするからそれに答えてくれへんか。ああ、いいぜ。今日は何曜日や？金曜だろ。明日は？土曜だ。明後日は？おい、何の質問だこりゃ。命用日に決まってんじゃねえか。からかってんのか。いいや、これもテストや。せやったら命用日とは何や。おいおい、先生よ。俺やガキじゃねえんだからよ。んなことグレーわかんてんだよ。ええから答えてくれ。はあ、命用日っつうのはあれよ。日曜日の前の日で。そいつの一番の連れと会って飯とか食ったりする休日のことだよ。誰でも知ってんぞ。せやったら、先週の命用日は何やった？ああ、それ言わなきゃなんねえか？そのさ、恥ずかしいんだけど俺さ、今までクソみてえな人生でよ。何もかもがどうでもよかったんだよ。だから無所に入るようなことになっちまったんだけどよ。そんな俺にもこいつのためなら何だってできるってやつがいるんだよ。正直、あいつを一人にさせちまったことは今でも後悔してんだ。だから、せめてあいつに一言礼を言いてえんだ。でも、俺そんな柄じゃねえだろ。だからよ、とりあえず飯だけでも差しで食うようにしてんだ。この施設からどうやって出たんや？命用日はいつも誰でも自由に外出してるじゃねえか。んなわけないやろ。許可も出て返し出すわけない。大体な。誰も命用日なんか聞いたことがあらへんで。先生、疲れちまってんのか。先生も俺みてえに女は大事にした方がいいぞ。それよりもさ、先生は女はやっぱ花より指輪の方が喜ばれると思うか。この後は D-1583JP の女性関係の相談になったため割愛。2日後、D-1583JP が4度目の命用日を迎えたが胃に土壌が 47g 増える以外の変化が見られなかったために終了させられました。その次の日、D-1583JP が言及していた女性の元に1枚の差出人不明の DVD が届けられました。ループ状態の SCP-185JP を含んでいるであろう映像が収録されていましたが、財団エージェントにより女性の閲覧は阻止され、その後クラス A 記憶処置を行いました。ほい2008年1月14日時点ですでに SCP-185JP の閲覧者の数は41人になり、その所在及び届けられた SCP-185JP は全て把握し収容していますが、2015年、月、日に、
県の12歳の少年が公園で偶然拾った小型タブレット PC に収められていた SCP-185JP を閲覧してしまう事案が発生しました。その公園はこれまでに異常な報告を受けたこともなく、また本件に直接の関係はないと判明しました。これにより所在のつかめていない SCP-185JP が未だ存在するとしてさらなる調査が進められています。